ちは。こんにちは。稲垣理央さんですね。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。めっちゃご飯食べてました今。今日ここは、はい、奥渋っていうところなんですか。あ、そうですね。よく来ますか。この辺りに住んでたことがあって、そのカフェはすっごいよく来てました。ランチとか朝ごはんとかよく来てました。ちなみにこれは何を食べてるんですか。これはベーグル食べてます。ベーグルとサラダです。ちょうど今 YouTube 用にご飯 Vlog の撮影をしてました。Vlog 結構あの YouTube で上げられてると思うんですけど、はい、まあラーメン食べたりとか。ラーメン食べてますね。気使ったりはしてないんですか、食事に関しては。そうですね、やばいなって思ったら気使うんですけど、基本的に好きなものを好きな時にストレスなく食べるっていう。好きな食べ物とか。炭水化物が大好きで、ご飯とか麺類が基本的に一番好きなんですけど、炭水化物食べないと食べた気にならないんで、いつも YouTube とかでもすごい食べてる風に映ってるかなって思ってますね、自分でも。今回の動画のテーマなんですけど、はい、あなたを変えたものを教えてくださいと、はい、いうテーマでちょっと撮ろうと思ってて。はい、なるほど。転機になったもの、なんだろうな。難しいですね。難しいですね、急に。はい、でもありますね。あります。はい、パッと思い浮かぶのがその一つしかなくって、うん、自分を大きく変えたものだとそれかなっていうのは一つあります。おー、それ楽しみですか。それって、はい、あの見せてもらえたりするんですか。あ、もちろんです。あ、いいですか。はい、ベーグルはお持ち帰りで。お持ち帰りしました。もったいないので後で食べます。これですね。はい、こんな感じで一日中ちょこちょこ食べてます、ずっと。あ、持ち帰り。一気に食べるっていうよりかは一日中ちょこちょこって感じです。あの、さっき言われてたあなたを変えたもの、いつぐらいに出会ったんですか。約2年前ぐらいですね。自分から行ったのか出会ったかって言われたらすごい難しいんですけど、多分出会ったに近いですね。どの辺で出会ったんですか。場所は。場所は家です。あ、家で出会っちゃった。はい、携帯で。この辺の土地感はどうですか。めちゃめちゃありますよ。お、案内します。もうあのこの辺住んでる時にすごい道も広いし雰囲気も大好きでずっとお散歩してたんで、いつも代々木公園がここです。気持ちいいですね、天気。そうですね。代々木公園寄って行ってもいいですか。あ、ぜひ、せっかくなんで。桜咲いてますね、ちょっと。ピクニックしてる。ピクニックとかあんましないですか。ピクニックはあんましないですね。花粉症なので。こうモデルの人とかインフルエンサーとかでこう、はい、ピクニックしましたとかよくあげてる感じの人じゃないですか。多分そういう方たちと比べると私はかなりインドアですね。何してる時が一番楽しいんですか。あ、その質問めっちゃ難しいですけど、ゲーム大好きなんですよ。なんで家にゲーム部屋も作ってて憧れというか、うん、すごい贅沢ね。ロマンじゃないですけど、うん、テンション上がるじゃないですか、やっぱ好きなことが。ちなみにすみません、稲垣さんだったら、はい、これどういう風に自撮りしますか。来ましたと、代々木公園来ました、みたいな感じです。あ、回っちゃう。うん、こんな感じですね、ずっと。なるほど。はい、さすが。だいたい YouTube はいつも一人で撮影してるんで、あの周りからはあの人一人で喋ってんなって見られてます。もう気にしなくなりましたね。でも YouTube っていつぐらいに始めたんでしたっけ。私めっちゃ鳥苦手なんですよ。ありますよ。ダメなんですよ本当に。怖いんです。何が嫌なんですか。なんかしてきそうで怖いんですよ。
まあ、カラス確かに怖いけど動きが読めないじゃないですか、うん、何考えてるかも分かんないしちょっと怖いんです苦手めっちゃ綺麗写真撮ろう。こういうのしてますよね、みんな。そうなんです定番ですね。定番ですよね。爪の色と合ってます。本当だ。 YouTube 始めたきっかけって何だったんですか？きっかけはそんなにかっこいい答えは本当にないんですけどマネージャーとの出会いかもしれないです。今のマネージャーが実はもともと友達なんですよ。一緒に仕事するってなった時に YouTube 始めてみたらってなったのがきっかけですね。その YouTube 自体に抵抗はないんですけど、自分が果たしてできるのかっていう、その性格上なんかその一つのことを長く続けるっていうのが苦手な部分があって、すぐこう変化を求めたくなっちゃう部分があるので、なんかYouTube って結構始めたらすぐ辞める人ってあんまいないイメージ。あとコンスタントに投稿したりだとか、そういうことが面倒くさがらずに自分にできるのかっていう不安が大きかったです。もちろん YouTube はもともとやってなかったわけだから、うん、YouTuber ではないじゃない。 YouTuber ではないですね、はい、はい。どういう風に取られてるんですか？肩書きなんですかって言われたら自分自身は何なんですか？めっちゃ難しいですよね。でもなんかそれが今の時代であるというか、なんかそういう人が多いじゃないですか。自分の好きなことを仕事にできる時代だからこそ、肩書きがなくってもう何でもやみたいな何でもや何でもやってますね。やっぱタイミングが全てだと思ってるんで、私は運とタイミングが全てなんで。なるほど。私の中ではもうね、分かるんですよね、今だって。今だって分かる？分かります。今までずっとそうでした。自分の人生が変わるっていうか、天気変わるたびにもう直感ですね。こうだからこうみたいなのはあんまなくって、でもめっちゃ嘘っぽくなるんですけど、占い師にも言われました。なんか稲垣さんはその直感みたいな力を持ってるみたいな。辛いこともあったんですか？はい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 。その時はどうやって乗り越えるんですか？あんま気にしないです。気にしない、慣れましたね、もう。なんか私、もう中学生ぐらいからずっと芸能の世界にいて、そんなことはもう山ほどあるんですよ。アンチみたいなの気になんない？気になんないです。なんかそんなことよりも楽しいことがたくさんあるし、そこにあんまフォーカスしてないというか。そうだよね、いるよね、そういう人も、ぐらいです。うん。ピクニックあんまりしないってことなんで、はい、しないですね。ちょっと してみましょうか、ピクニック。してみたいです。座っていいですか？はい、どうぞ。よいしょ。めっちゃ気持ちいいちょっと今日今暑いじゃないですか。暑いです、今やばいです。今やばいですね。汗だくですね。暑いのと寒いのどっちが好きですか？わあ、怖い。めっちゃカラスいません？ちょっと場所変えましょう。そろそろ見せてもらってもいいですか？はい、早速こちらで。いいですか？はい、どうぞ。お待たせしました。いいですか？ここにいます。いるんですか今？はい、じゃーん。え、これはおもちくんです。あ、猫ちゃんですか？前向いてます？ちょうど向いてます。おもちくんです。私を変えたのは猫ちゃんです。おもちくん、おもちくんはブリーダーさんから買ったんですけど、たまたまブリーダーさんのサイトを見てて、でそれは猫を飼いたいとか犬を飼いたいとか
言うのも全くなく、なんなら私一人でなんか買うの無理だわぐらいに思ってたんですけど、おもちくんが出てきて、え、何この子みたいな。実家で飼ってて犬を、なのでその子で十分って思ってたんですよ、ずっと。けどおもちくんに出会って運命感じました。なんかいろんな意味で変えてくれたのがおもちくんで、おもちくんが来てから仕事も順調だったり、多分それは自分のメンタル的な面で支えてくれた部分もあったりとか、ペットの力って半端ないんですよなんか嫌なことがあっても忘れられるし、帰ったらいるんで、いつも。生活リズムもだいぶ変わりましたね。夜更かししてたのも、めっちゃ早起きなんで、おもちくんが。次の日こうアラームかけてなくても自然と早く起きる。親とかからも性格が穏やかになったって言われます。あと喋り相手にもなってくれるし、相談も聞いてくれるしなんか全然その嫌だったこととか話します。なんか私が泣いたりしたらずっと膝の上います。めっちゃ優しいです、おもちくん。ちっちゃい彼氏みたいな感じですと最近のお気に入りのファッションとかってありますか？もう今日みたいな感じです。オーバーオールが好きすぎて、最近はオーバーオールばっかり買ってます。石ちゃんスタイルって呼んでます。石塚さんのあれから来る、自分では石ちゃんスタイルって呼んでます。お腹いっぱいになってもきつくないっていう。だから私この格好して食レポとかしたいです。え、自分の、まあ、ブランドもやられてると思うんですけど、はい、始めたのきっかけとかは？始めたきっかけは、そのお声掛けいただいて、そのブランドをやるつもりがなかったし、その服のブランドをやるっていう自分も想像がつかなすぎて、一回お断りしたんですね。ちょっと期間が空いてからまたご相談いただいて、でその時にたまたま、その時はなぜかやろうって思ったんですよ。そのちょっと後ぐらいに YouTube も始めたんで、ちょうど2年前が本当転機で、あの座右の銘みたいな、座右の銘、めっちゃ難しいですね。これっていう言葉はないんですけど、私が大事にしてることはいつ死ぬか分からないじゃないですか。だから毎日を楽しむ。悩むとかも大事だけど、悩んでる時間より楽しい時間を増やしたいなっていうのは常に思ってます。仕事が好きな人もたくさんいるじゃないですか。だけど私は仕事ももちろん今でやりたい仕事ができてすごく幸せなんですけど、仕事中心の生活っていうよりかはプライベートを楽しむために仕事をしてる。例えばその私はゲームも好きだし、お家にいる時間がすごい好きだから、自分が住みたい家に住むために頑張るとかも全然ありますし、じゃあなんか家族で旅行行ったりもするんですけど、そのために頑張るとか。まあでも今の仕事がその YouTube だったら撮影しながら旅行も行けるじゃないですか。だからすごく自分に向いてる仕事だなとは思います。でもなんか本当に昔から応援してくれてる人もたくさんいて、最近知ってくれた人も、 YouTube きっかけで知ってくれた人もたくさんいて、なんか本当にありがとうございますとしかなんか言えないというか、嬉しいです。でもこんなラフにやってる私を好きでいてくれる方がいることが、なんか私生活をラフに撮影したりとか、あんまりたまになんか大食い企画とかもやってるんですけど、そういうのはちょっと遊びとしてやったりするんですけど、基本的には私の日常とかプライベートをも含めて好きになってくれたらいいなっていう気持ちでやってます。なんか夢とか目標が生きてきた中であったことがなくて、ないです、本当にないです。あれになりたいとかこれになりたいとか思ったことがなくて、運とタイミングで生きてきた人間で本当にそうなんですけど、でもいつも思ってるのは、毎年毎年去年の自分よりレベルアップしたいと思ってます。ちっちゃい目標みたいなのはたくさんあります。そのなんか例えば
じゃあいついつまでに YouTube 何万人いってればいいなとか、このぐらい再生されればいいなとか、なんかいろいろそういうちっちゃいキンキンの目標みたいなのはあるんですけど、将来何になりたいかって言われたら